はい、え、引き続き予防注射の続報なんですけども、先ほど私のところに通知が届いたということはお話ししました。流行ってもいないようなね、予防注射を受けろっていう連絡です。え、先ほどはね、これ、えっ、ー、と、風疹です。三日橋かとかね、橋かってやつですけども、そもそも年間で10人とかね、12人しか発症例がないものに対して、予防注射を 通知まで送ってね、赤い封筒で、保健所が進めてるっていうのはどういう条件なのかなと思って、ついでにですね、前々から疑いを持っていた日本農園についても調べてみました。日本農園の予防注射を新生児がね、当たり前のように受けたりとか、もしくはあの成人した方も受けてますけども、そもそも日本農園ってね、この国内で撲滅されてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あの、日本農園が、あの、ものすごくね、この国を悩ましてた時代あるんですよ。 で、アジア全土に広がって、日本農園というね、不名誉な名前付けられて、日本から世界に感染したんだ、みたいな、そんなムーブメントもあったのは事実なんですよ。でも、未だに日本農園って誰か発症してんのというふうに思ったら、一応いることはいるんですけども、毎年10人以下なんですよ。っていうことはね、例えば、 うん、身体欠損で生まれてくる方とか、ダウン症で生まれてくる方の方が圧倒的に多くって、こんなこととね、比較して申し訳ないんですけども、日本脳園にかかる人って、まあ、海外の渡航の例があったり、それから輸入品をこっそり食べたりとか、結構危ない暮らしをしてる人が、なんか発症して病院に行ったら、あこれ日本農園ですね、珍しいですね、みたいなことになって、治療するってことなんですよ。 まあ一言で言うと、この国で日本農園は絶滅してるんですよね。でもなんで予防注射を一生懸命未だに受ける人がいるのかってことは、やっぱり医療利権なんじゃないですか。相当なお金が流れてますよ。しかもかかり、かかるわけのないような病気のね、予防注射に対して。ね。それから、狂犬病です。ワンちゃんとか猫ちゃん飼われてる方、狂犬病の予防接種を毎年受けてらっしゃると思いますけども、ここに書いてますように、厚生労働省。 国内で、狂犬病は絶滅してるっていうふうに、国内ではリリースされてるんですよ。なのに、予防注射だけはね、無意味に打ってるんですよ。というよりも、予防注射を打つから、狂犬病が発生してると言ってもいいでしょうね。これ、どういうことなんですかね。もう一個いきましょうか。まあ、これは予防注射そのものが今はないんですけども、コレラです。コレラは、ほとんどが輸入感染症として発見されると。 すなわち、熱帯、亜熱帯のこれら流行地域への旅行者の現地での感染例が国内に戻ってきて、そこから発見されるということなんですけども、輸入魚介類などの汚染が原因であろうと推定されてはいるんですが、二次感染例はないということなんですよね。で、ここ数年はこれらすら報告されてないっていうのが、国立感染症研究所の発表なんですよ。で、これらが流行ったのは、 文政5年って言ってねいつかどうか分かんないよう、ね、な江戸時代の昔1822年ですこの時にコレラが流行ったらしいですよね私も昭和40年代生まれで当時コレラっていうあの話は聞いたことがあってねなんかコレラっていうのがこの日本にあるのかなと思ったんですけども唐の昔になくなっているんですよまあコレラに対してはね今誰か予防のなんかをしてるってことはないと思いますけど話題に出ることもないと思いますけども これらは、ね、致死率は60%から70%なんですけども、うーん、まあ、今は存在してないっていうことなんですよね。はい、これらは余計でしたけども、狂犬病にしてもね、日本脳炎にしてもね、何ですか、風疹にしても、予防注射、一生懸命受けてますけども、そもそもそんな病気はもうなくなっているってことなのかなというふうに、同じ厚生労働省とか、同じ保険予防課という。 ところがねね発表しててるのになんんでで打たせるんやって話ですよ、ねまあ、もしくは打たせるのをんでねお金をかけて進めてるのかってことですよこれ真に受けてやる人いると思うんですよ結構ねどういうことなんでしょうか、まあ、医療関係者の方のね良識ある報道を待ちたいと思います